それでは冒険者の広場の冒険日誌を見ながら過去の思い出を振り返っていきましょう。で、前回ね、爆笑女王の話とか、あと賢者の、クエストのあたりまで話してた感じですかね。はい。この辺です。で、賢者の職業クエストを一通りクリアして、で、シールドエンプレス。これも盾のスキルの称号かな。で、地元じゃ人気者、村の有名人。これは、旅芸人、スーパースターかな。どっちかな。スーパースターかな。の職業スキルですかね。の称号かな。で、バトマス、オルッパ地下洞窟、旅芸人の、職業です。うん。で、旅芸人、道化師ゲイザー。うん。プールのホラーな。まあ、旅芸人の職業クエストをやっていると。うん。ゲイザー。メギーラ座の洞窟。うん。ルルルリーチ。うん。まあ、この辺もね、最近、まあ、最近でもないか、少し前にね、オフラインで、この辺のクエストやりましたが、まあ、最近の職業クエストね、まあ、どれもいい話が多いんですが、まあ、バージョン1の頃って、結構、玉石混交と言いますかね。割とあっさりと終わる話なんかもあります。で、魔法使いのレベルが80、バトマス、忘れらし王の間。うん。動き出した時間、託された規模、これは、ビャン君の、あれです。ビャン君の、ガタラのガイデンクエストかな。で、動き出した時間、託された規模をクリア。うん。古代文明の生き証人。うん。これで、ガタラのガイデンクエスト全部クリアした感じですかね。で、その次が、賢者の手を書く語り記。これが、アグラニのガイデンクエストかな。ですので、まあ、結構なんか順番に、スタンプクエストやってるのかな？ちょっとよくわからない。ストーリーって、この段階、どれくらいやってたんだろう。ちょっとよくわからないですが、スタンプクエストをやってる感じなのかな？うん。で、動物界の38。うん。道具プロフェッサー。これはまあ、道具使いの職業スキルの称号でしょうね。ラニ大洞穴。魔獣の縄張り。まあ、この辺は、アグラニの外伝を順番にやってる感じですよね。うん。うん。道具使いで進めてるのかな？うん。元、ルルーナのしもべの称号。うん。
王家の迷宮は、これは王家の迷宮に何回行けましたよ、みたいな。そんな感じですかね。で、スーパースター。これ、バトルシェイカー。多分メンバー的に、ね、初心者の人同士で行ってるっぽいんだけど、メタスラコインとかやってたのかな。ちょっと、よくわからない。メタスラというか、メタキンですかね。一周目だ、一周目だけ普通に迷宮行って、二周目以降は、なんか、適当なコイン入れてたのかな。まあ、昔はね、前も話したかもしれませんが、メタスラボスコインとかがなかったんで、メタキンの持ち寄り、メタキンやってたのか、メタルスライ、普通にメタルスライムコインやってたのか、ちょっとわからないですが、まあ、さすがにメタキンかな。まあ、メタキンの持ち寄りとかをやるときは、メタスラボスコインではなくて、まあ、メタスラボスコインがなかったからね。まあ、他の適当なプチコインとか、キャッツコインとかね。あの辺のボスコインを入れて、で、残り3枚メタキン入れるみたいな。ことが、いや、そうだね。そういうことが多かったんですけれども、まあ、と言っても、この、キャッツコインとかも、まあ、貴重ってほどでもないけど、無尽蔵にあるわけではないので、一周目だけ、メタキン4つ入れて、普通に、迷宮、3回、1回、2回、3回と、普通に、迷宮を進んで、で、その、1回、2回、3回をクリアした後の、目隠し部屋で、元気玉使って、メタキン倒して、で、1周目は普通に、迷宮のボス倒して、で、2周目以降に、適当な、キャッツコインとか入れて、周回するみたいな。そんなことをやってたんですね。ので、バトルシェイカーが多分そんな感じかな。で、その後、キャッツコインとか入れながら、メタキン回してたんですかね。多分みんなでやってたんでしょうね。レベルがどんどん上がっていってるけど。すべてを悟りし者。で、スパスタのレベルが上がってる。こんな感じかな、多分。めっちゃレベル上げ頑張ってるの。まあまあ、この辺は、これ、エンゼルスライム号、レベルいくつまでかぶれる時代だったんだろうか。レベル60とかかな。ので、58で、もうすぐエンゼル効果なくなるから、多分スーパースターに転職してるとか、そんな感じですかね。当時確か、レベル上限が、80とか85とかそれぐらいだったと思うので、エンデルスライムは、レベル60までとか、それぐらいだったかな。そんな時代です。だから、エンデルスライム被れるところまで、レベル60ぐらいまで、いろんな職業を上げようとしていると。で、まあ、賢者とか、スーパースターとかを上げて、
って感じですかね。で、まあレンジャー上げてみたいな。っていう感じでしょうかね。はい、というところで、今回はこの辺で、どうもありがとうございました。